こんにちは、ハイジーです。というわけで始まりましたハイジーのモンスト動画のお時間でございまして、今日は何を隠しましょう。こちらオールスター感謝ガチャ1日1回のやつが来ておりまして、今日はもう3日目でございます。私も、昨日おととい引いております。でもあとオーブが50個しかない状態ですから、150個きっちり貯めて3日間頑張っている状態でございますが、ここ最近この3日間の流れを見ていきましょうかね。まず昨日がね、源義経とこちら、諸八戒、諸八戒出ましたね。で一昨日はこちらマルドゥークが出ました。割とね、いいんじゃないかなっていう流れで、その1個前に光属性限定キャラ引いたら光ウリエル、キスキルリラ3体出るという大当たり状態でございまして、特にキスキルリラはもうずっと欲しかったキャラだったので、もう嬉しすぎて夜中にもう毛穴からラーメンが出てきましたが、今日は3日目のオールスター感謝ガチャ行ってみたいと思います。欲しいのは、ラミエル、カマエル、その辺が出てくれたら嬉しいんですけれども、さあいかがなものでしょうか。来い一体は星5が出るって分かってるのはもう心強いね。ただ、持ってない星5限定とかだったらもっと嬉しいんだすけどって言おうとして、ちょっと噛んでる時点でなんかもう今日ダメな気がしてきた。ほら、持ってる星5来ちゃった。持ってない星5。持ってない星5じゃないこれ。だよね。お、来た。誰だ誰か分かんない人来ちゃった。誰だろう、あ、うわ、ちょっと、ティターニアだよ、これ多分、一体は。ティターニアか。持ってんだよね。で、あ、ニーベルンゲンだ。ニーベルンゲン持ってないけども、今更はいらない、かな。今ちょっと評価どうなってるのか、ちょっとパソコンで見てみますね。ちなみに今これ、神化しちゃってるんですけども、神化の方は、正直、そうですね。降臨キャラよりも低い評価みたいなことになっております。今後の重心化に期待っていうことなんですけど、それよりも何よりも、今、モンストニュースっていうのを一番最新のを見てみたら、今度の超重心祭で新キャラ登場するみたいですね。それはちょっと待って、もうオーブ0個になっちゃったんだけど。